日本を良くしたいっていうのはすごいあるんですよね。じゃあ状況が厳しい時ほどやるし、状況がいい時ほどまさに行動変容しないと何の意味ないと僕らはその会議にできるのか。ペアに挑戦できる未来を作る国内シェアナンバーワン、日本初の株式型投資クラウドファンディング、ファンディングコムの提供でお送りします。はい、本日も企業のリアルということで、今回は VC 編という形で VC のグロビスキャピタルパートナーズの今野実さんをお呼びしてお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。お願いします。司会の牧原と山川直です。よろしくお願いします。はい、では早速伺っていきたいと思うんですが、簡単に最初自己紹介お願いします。はい、グロービスキャピタルの今野と申します。代表パート4人の代表パートナーの3人かの代表パートナーの1人ですけれども、2006年7月からこの会社に入って今18年目になりますね。じゃあそういう形でグロービスさんがやられている中で、今野さんご自身でどういう、起業家さんとどういう領域で投資していきたいかみたいなのがあると思うんですけど、投資哲学的なところをぜひ教えていただければと思います。何をもって投資哲学っていうかですけど、ちょっと整理できてない部分もありますが、でもやっぱ今日もずっとお話しさせていただいた部分で言うと、日本を良くしたいっていうのはすごいあるんですよね。でそれはその日本の国内を良くしたいっていうだけの意味じゃなくて、日本の国力を、普通に言ったら人口を減っていくんで維持できるかどうかっていうことだと思うところを、いかに次の、自動車の次の産業みたいなものを作るかっていうことをに身を置きたいみたいな話なので、個人としてはそこに通ずる可能性がある会社テーマに聞かれますみたいな話ですよね。そういう意味で言うと、その日本の中の生産性を上げるというテーマと、その海外に出てって外貨を稼いだり、トヨタさんのような、ホンダさんのような会社をどれだけ作れるかみたいな、多分両面あってっていうのが、まずそのテーマっていうか、そうですね、いいと思うのが1個目。2つ目はすごいシンプルですけど、自分がユーザーとして使いたいと思うか、もしそのユーザーとした時に使いたいと思うかっていうことをすごい大事にしてて、なんかテーマばっかり大きくてとか、テーマばっかりビジョナリーでとかっつっても、なんかね、足元のユーザーで使えなかったら手持ちになっちゃうんで、ユーザー、自分がユーザーであることの感覚をすごい重視してます。で3つ目が、これは別に正しい正しくないでは一切なく、自分がその起業家を好きになれるかどうかっていうのは、やっぱりその後5年10年15年一緒になるんで、一緒にやるんで、好きじゃないというか合わないなと思う人とやってもしょうがないし、うちには他にメンバーがいるから、自分は自分が好きな人でやれば、で他のメンバー、多様なメンバーが好きな人でやればバウンドしてる。3つ目はそれですかね。あとは最後は事業計画がシンプルであると、やっぱりシンプルな計画であればあるほど大きくなる会社が多いです、ああそう。なんでかなと思うと、やっぱ、大きな市場に強い変異があったら、もうシンプルなんですよ、解き方が。狭い市場で競争がぐちゃぐちゃになってて、こう針の糸を通すようなテーマだと、もう緻密に考えなきゃいけないじゃないですか。多分その違いだろうな。なので実はその番っていうか、その投資の、その製品とそこは一致してるなと思って。実際そのスマートニュースさんの初期のシリーズ A のピッチ仕様だって、本当に10ページもないけど超説得的、スマホが来てアプリの時代、これから単一サービス単一アプリになります。一方でブラウザーベースのポータルサイトがニュースを取得できる、ニュース見る人はほぼ日本人でいいんですね。でスマホここまでペイトレートしてるんで、デバイスもちょっと順番変えましたけど、そういう5段論法6段論法でうまくいかない理由で、トラクションこうですって言ったら、当たらないわけないじゃないですかみたいな話になるんですよ。っていう意味で言うと、シンプルですね。であることっていうのは、その実際の投資の製品っていう意味で気にしてる。もしビジネスモデルをここで振り回したりするような考えつけをしないと。ビジネスモデルにイノベーションがありますっていうのは、あんまりなんか、それは後でいいかなみたいな。ちなみに、ベンチャーキャピタリストの投資哲学って、投資実行の哲学もそうですけど、その投資した後の関わり方っていうのは、これだけ長いキャリアの中で今どういうふうに考えられてるんですか。実行ちゃんとできてるかどうかわからないけど、哲学っていう意味で言うと、状況が厳しい時ほど優しく、状況がいい時ほど厳しく、ただ状況悪い時も自分で起こしたミスだったら厳しく、外的要因だったら優しくみたいな、まずそういう設定がありますね。でもう一個がメンバーに言われるんですけど、
まあ、60分ぐらいのミーティングで残り5分ぐらいはずっと黙ってるんですよね、うん、別に意識してるわけじゃないんですけど、1回で最後5分ぐらいこうドーンってこう言うんですけど、1ヶ月に1回1時間2時間の話をして、その会社が良くなる行動変容を起こすっていうことが最大のそのミッションだと思うときに、それに一番その時その瞬間に一番大切なことを、まあ、1つ2つだけ言うっていうのを考えてるうちに最後になっちゃうって感じで、うん、若い頃はですね、その報告内容の資料を見てここに、まあ、それも大事なんだよ、ロジックの穴があるとか、この説明が意味わからないとか、これが欠けてるとか、そのなんていうドキュメントの上に乗って何かコミュニケーションしてるんですけど、僕は最近あんまり実はそれを見ないし聞かない、耳を貸してますけどあんまり気にしてなくて、っていうのは毎月出てるから状況そんな変わってないから、ね、始まる前にも今日はおそらくこのテーマこれを言うべきだな、うん、この内容を言うべきだな、うん、で実際話をしてて大体話出てこないですよ、その話だけど、でだから最後にところでさ、あれどうなってるんですかみたいな話とか、こういう点が実はこの 10%20% 足りなかったんで挽回しますっていういいんだけど、それってもうたまが来ちゃってるとか、こういうリソース投下してもしんどい、今後しんどいんじゃないのみたいな、そういうこう一つその時に言うとしたら何かみたいなのをすごい気をつけてる。まあ、細かい議論に終始しないで一歩引いて本質的な一番重要な何かっていうのをドンと、であとその最後まで喋んない理由は、ね、話し方をすごい考えて、あの話すべきことは何となく始める前とかあったんだけど、どの質問から入ってってこの結論というかこのポイントまでいこうかなとか、うん、トーンはどうしようかなとか、うん、それをずっと考えないなって、それはさっきのもし数字が良くてウェイウェイしてる感じだったらもう高速でドーンといくとか、結構苦しいと思ってるなと思ったら優しくいくとか、もしくはその2歩3歩手前の質問からしていくべきだなとか、そういうのをすごい考えて、結局その後まさに行動変容しないと何の意味ないですよ、僕らはその会議に出てる意味って、はいはい、僕らは情報を収集取得してるだけなんで、まあ、もちろんその会があることで会社側がペースメイクができるとか、怖い長野が怖い今のが来るからちゃんとやるぞってあるかもしれないんですけど、やっぱりそれが変わる、いい意味で彼らが変わるようなために1ヶ月に1回しかない、だから5年お付き合いして60回しかないんですよね、その、まあ、すごいそこは大事にしてます。まあでも行動変異を促すことから逆算してどういうトーンで話したらいいかっていうのを考えるというのは、それはベテランの発想ですよね。そうです、若い時はそんな考えないじゃないですかね。でも結構そのコミュニケーションをミスってこじれるケースはたまに耳にしますからね、うん、ベンチャー系とか企業家の間言ってることは多分正しいんですよ、うん、だけど企業家へのリスペクトがなかったりとか、まあ、逆に企業家が反発してしまう直球すぎるとか、伝え方が多分結構そこは大事だと思うんですよね、まあ、あとはもう厳しく言っても聞いてもらえる信頼関係を作っていくのももちろん大事ですけど、そっちも結構等しく言う内容と等しく僕は大事だと思うんです。そういった大事な局面でどういった声をかけるのかとか、どういうふうに導いていくのかっていうのをすごく深くして考えていらっしゃるんだなっていうのがすごいです。ありがとうございます。本日はお話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日は、プロビスの、今野さんをお呼びして、投資の方針であったりとか投資哲学についてお話をお伺いしました。チャンネル登録まだお済みでないからこちらからお願いします。来週の更新も楽しみにお待ちください。ありがとうございました。ファンドアなら資本政策の作成も、投資家とのやり取りの管理や書類提出も、増資登記まで対応、準備から完了まで資金調達はファンドアで。